ミラード軍はアメリカ合衆国ユタ州の西部中央に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は12,503人であり、2000年の12,405人から0.8%増加した。軍庁所在地はフィルモアであり、同軍で人口最大の都市はデルタであるのボンネビル湖の固定である。軍の中央近くにセビア湖があり、 ボンネビル湖のほとんど干上がった名残となっている。地域の縁には山脈があって美しい樹木で覆われており、低地の砂漠と対象をなしている。軍の東側境界となっている、特にパーバント山脈には美しい森がある。そのふもとにはフィルモアなど農業を営む町がある。この盆地の中央を流れるセビア川の岸から数マイルにデルタの町がある。 ゾウの岩いかは2000年の国勢調査による人口統計データである。ミラード軍は投資と新事業を奨励している。ミラード軍経済の一要素として化石の発掘がある。山陽虫の化石がデルタの西地域で比較的多く出土する。ここは中期カンブリア期のウィーラーシェイルの一部である。ミラード軍経済の15%は農業から挙げられている。ミラードは わらぶきの家である、アースシップなど環境に優しく維持可能な家屋を建設するのを容易にしようと努めている。トパーズ強制収容所群内の詳細トパーズ戦争移住センターは、第二次世界大戦時の日本人強制収容所であり、敷地面積は19,800エーカー、デルタの西15マイルにある。この場所は公開されており、北西宮に記念碑がある。 アメリカ合衆国国定歴史建造物及びアメリカ合衆国国家歴史登録財に登録されている。ありがとうございます。